大沢寺は奈良県五条市大沢町581にある寺である。三門大沢寺は約1300年前の白宝年間に桂木野の峰峰島で主言道を開いた縁の行者が回帰したと伝えられる密教霊場の山寺である。標高800メートル弱の神福山の中原に存在し古来より山岳信仰と共に密接に結びついてきた。 葛城野の峰峰の山中に位置する寺として、葛城二十28宿等の行場としてもその役割を果たしてきており、住職が毎日新聞に語った話では1960年代前半頃までは寺付近に三段あった滝に打たれにやってくる主言者も多かったという。民間信仰では、実質、眼病、中部、子供の引き付け等の病のほか、 合格祈願においても霊言新荒高であるとされており、瀬野道の薬師さんの愛称でも親しまれている。これは、薬師如来が祀られていることのみならず、目を洗うと眼病が治るという BY 系、工房大して上の気刀が存在することも、そのように親しまれている一因であるという。また、秋には一面が赤や秋に染まり、紅葉の名所としても知られ、過去には五条十八景にも描かれている。 白宝年間に、主験道の行場の一つ及びその拠点として、縁の行者が一羽の騒動を結び、薬師如来を勘定し、祈願の上域として回帰された。この後、平安時代の公認年間になり、工房大師がこの地を巡釈した際に仮覧及び、僧帽の混流等の大整備を行い、新言密教の大霊場の一つにし、今剛七坊の一つとして栄えたという。 この際には十二塔の達中を設けたと伝承されているが、現在は本堂特理の実が残る。さらに、時代は下り鎌倉時代の末期、現行年間には五醍醐天皇の直眼書に指定され、紀の国の名手に電二十五丁部を貸しされたと伝わっている。その後、室町時代には仁和寺の別格本山となり、全国に多くの末寺を抱えた後、 江戸時代初期には、紀州徳川家の祈願書となり、繁栄を見せたという。この頃は、五条十八景に、制度公用として紹介されている。しかし、その後は、だんだんと荒廃し、明治時代に入ると、住職もいなくなり、一時廃寺となっていた。寺は、霧坂尾根という尾根の上にあり、流れ込む川は一つもないにもかかわらず、境内にある青龍地は、 枯れることなく、水をたたえている。これを受けて、住職は、ここは30センチも掘ると、水が湧く。寺の名はそのことからついたのではと以前に毎日、新聞の取材に語っている。実際、14世紀後半のものとされる演技にも、寺名の由来を寺の前に枯れることがない沢があるから、という趣旨のことが記載されている。どの仏像も、平安初期のものと否定されている。 JR 和歌山線五条駅北口、または、那尾バス五条バスセンターから、田園方面行きに、乗車の上、田園五丁目南バス停で下車。そこから、行者杉峠のふもとにある大沢寺へ向かう、水沢谷に沿った道を1時間ほど歩き続けると良い。AB 大沢寺上野町、大沢町 ABCDE、巡礼、山と、プラット大沢寺。 奈良ハットエビオーサージ2013年3月3日、閲覧新福山 ABCDE、崩れ雑記、ハットエビ桂カツラギの同種元道。ありがとうございます。